東京都立大仙高等学校は東京都板橋区小萌5丁目にある都立高等学校。全日制と定時制の普通科が設置されている。スローガンは大仙高校ここからスタートする未来。大学進学から専門学校、就職まで進路希望に対応したカリキュラムが用意されている。約1万坪の広大な敷地を要する。校舎は地上3階。 地下1階建てになっている。普通教室のほか修熟度別授業、少人数授業、選択授業に対応できる講義教室が多数用意されている。また、200名収容の視聴拡大ホールや、陶芸用や電動録グを備えた陶芸室を含む美術系教室が4つ、グランドピアノ2台を備えた4つの音楽系教室がある。体育館は、 バレーボールコート3面を取ることのできる広さである。生活指導面では、基本的な生活習慣の確立と、学校生活における規則の遵守を目指し、2007年より、服装、頭髪指導に全校を挙げて取り組んでいる。AB、平成26年度学校案内パンフレット。2015年3月5日閲覧。ABC、施設、設備東京都立大専高等学校。 2015年3月5日閲覧。平成21年度、東京都立大仙高等学校学校経営、報告。2015年3月5日閲覧。2018年3月、板橋第一小学校に吸収される形で並行。ABC、遠隔東京都立大仙高等学校。2018年11月3日閲覧。ありがとうございます。